タコありがとう。こんばんは。お疲れま、ありがとう。こんばんは。中村舞です。愛媛県出身です。一日店長おめでとう。え、そうなんだよ。一日店長します。今度。5月2日に。お疲れありがとう。そうなんですよ。ちょっと店長とかそんなそういう感じのやつは初めてなので、よくあるじゃないですか、なんか一日丸々みたいな、そういうのなやったことがないので、めちゃくちゃ楽しみです。ハートありがとう。お疲れもありがとう。嬉しい。店長とか嬉しい。クマありがとう。そう、森永のおかしなお菓子屋さんっていう、あの東京駅にあるんですけど、そこで一日店長を5月2日にさせていただくことになりました。そうなんです。ありがとう。なんとね、 STU48 のそのメンバーが考えたアイスボックスのその割り剤で、あのドリンクを出すことになりましてですね、私はあかりんさんと考えたんですけど、マイキューあかりんのシュワレモサイダー。ありがとう。っていうのをね、そう。あとね、ユミリンさんとココアさんがピリヤマジンジャーっていう、なんかすごい興味深い名前でしょ。で、ちほちゃん、おきちゃん、さーやんのがビビシャキエナジーっていう、3種類のドリンク。ありがとうございます。そうなの、もう実際にあの商品飲んだんですけどめっちゃ美味しかったの。そう、今度なんでそれを5月2日に。ぜひ来てください。5月2日です。なんか第1部と第2部に分かれてて、でどちらもなんかあの整理券がそう必要なんですよ。朝8時からそう配ってる。めっちゃ早い早いんですけど、ゴールデンウィークだよね。え、5月2日ってゴールデンウィーク？いつからゴールデンウィークなんだろう。ゴールデンウィーク、まあ、平日、そう、火曜日なんですよ。そうなんですよ。29日からゴールデンウィークなの？でもお仕事の方も多いですよね。有給取ったなんてこった、そりゃお待ちしてます。待ってます。仕事だけど行きたい。抜け出してきますか。ちょっとちょっと
有給取ったって人いる。嬉しいです、来てくれる。アイスボックス休暇、え、店長、なんか店長って響きいいよね。店長楽しみです。店長って響きは良いですね。うん、ありがとうございます、初見さん。中村舞です。有給ください。いいですよ、一日だけの店長です。時給上げて、店長に権限があるの、それは。一番偉い人？え、すごいじゃないですか。すごい。カピカ、ありがとうございます。なんかさ、どんな格好なんだろう。私もしかしてチアなのかな。チアじゃないよね。なんかそういうお店の服着るのかな。なんかチアなのかな。わかんない。エプロン姿的な、制服的な。チアの店長なんかいないですよね。うん、チア希望、そうなの。スペースやるの本当？あ、スペース明日やります。22時半からスペースやってみます。やったことないんだけど。なんかツイッターのなんかスペースっていう機能があって、なんかそれは何かっていうと難しいな、なんかラジオみたいな感じで、そう、なんかフォロワー同士かなで話せるみたいなやつかな。フォロワーじゃなくても話せるのか分かんないけど、なんか複数人で話せるやつらしくて、そうで、なんかおきちゃんとずっとやりたいねって言ってたんですけど、なんかラジオ風な感じで、そうやってみようかなっていう、話せる、うん、なんかその場でどうやって聞くのか、え、多分なんかアイコンとかが多分変わるんですよ、スペースやってたら。なんか何色だっけ、なんか色が変わってね、なんか変わるよね。で多分タップしたら聞ける、紫、多分ね、あの結構簡単に入れます。テスト配信、いやーちょっとね、そう、やっていいですかって、明日やっていいですかって言って明日初めてやるんですよ。そう、許可取って、もう許可取ったんですけど、初めてやるのでちょっとなんかうまくできなかったら申し訳ない。ちょっとやってみます。明日何時から？22時30分からやってみます。場所？いや、場所っていうか、まあ、多分家だと思うんですけど、何ですか？ラジオみたいな感じなんで、私の顔とかは映らないんですよ。そう、声だけって感じです。
で、よかったらね、皆さん、質問とかも募集してますので、ハッシュタグ教えておきまいっていうね、タグをね、ちょっとこれも試しにちょっとやってみただけなんですけど、ハッシュタグ教えておきまいで、ぜひなんかもしなんかあればつぶやいてみてください。検索して、はい、読んでいきたいと思います。何について話す？なんか本当にあんまりなんか何ですか、決めてなくって、なんでこれやろうかってなった時が、なんかもうおきちゃんと夜に電話することが多くって、で本当に意味のない電話をよくするんですけど、もうなんかあうーあーあーとかって言ってるだけの電話とかよくするんですよ。でなんかこれ本当に意味ないし需要もないよねみたいな、私たち何やってんだろうねっていう話をしてて、でなんかこういうなんかのをスペースでしようよみたいな、なんか日常スペースでなんかやってみようよみたいな感じの話になって、いやこれを聞かせるわけではないんですけど、なんか日常な会話をなんか電話風だと思う、もうなんか電話みたいな感覚だと思うんですけど、やろうよみたいな。そう、でそう、もしなんかそう、私たちの方でも電話は多分無言も多いんですよ。なんでハッシュタグ質問とかね、なんか2人の質問とか返せたらいいよねみたいななって、ハッシュタグも決めました。別に質問じゃなくてもいいです、感想でも全然何でも。何分くらい、全然決めてないけど、0時までなんですよ、 SNS が基本触れるのが。でなんか誕生日の時とかなんか番組の時とか、そういう時は例外なんですけど、それ以外基本0時までなので、多分そんなに長くはしないと思います。1時間半やるかもちょっと微妙です。配信、配信はスペースの前にやりたいと思ってますので、はい、お願いします。番組タイトル、もうそんなの決めてないよ、もう本当になんかそんな決まった感じじゃないですよ。さあ始まりました、今夜もやっていきましょうみたいな、もうそんな感じじゃないですよ、やっほーみたいな、もうそんな多分ノリだと思うので、はい、ゆるい感じでいこうかなと思ってます。ちょっとね、私もね、なんかどうやって、なんかやってるのをなんか見たことあるんですよ。なんかフォロワーの人がやってたりしたら、こうなんか光ってて、自分がフォローしてる人か、なんかライターさんみたいななんか誰かちょっと忘れちゃったんですけど、そうそう、なんか自分のタイムラインの上のところになんかさ、そうなんか光ってるの見たことがあって、聞きに行ったらバレる？バレるんじゃない？バレるって言い方ちょっとあれだけど、バレちゃダメなの？
誰が参加してるか見える。え、バレたくない。え難しい問題だ。そんなこと言ったらそんな、このここでショールームのコメントしてるんだからさ、バレるバレないとかさ、何今さら言ってんのバレたくないってここでコメントしてるのも一緒でしょ。違うのか、恥ずかしいの、なんで。ツイッターバレ、え、そうなの。友達増えるかもしれんよ、もしかしたら。別のメンバー入ってきちゃう。え、それも確か、そっか、複数人だから可能なんですね。そうなったらじゃああれですね、あのゲストゲストっていうことで、まあ、多分急に入ってくることはないんじゃないですかね。しかもさ、私さ、3人で電話、複数人で電話みたいなのしないからさ、あれなんだけど、いつ喋ったらいいか分かんないんだけど、喋るタイミングむずくない？本当にありがとうございます。私多分むずい。黙りそうって言われた。確かにめっちゃわかるわ。無言になりそう。めっちゃわかるわ。作りありがとう。なんかね、複数人だとね、一気にね、うん、ふんってなります。ふん、スペースよく分かってない。多分見たら、あ、こういうのかってなると思う。ありがとう。うん、多分そう、ツイッター開いたら分かる。うん、テーマは、テーマ、テーマない。テーマ、日々。寝るな。え、寝ないよ、さすがにラジオ配信だからって。寝ないですよ。どうしよう、いびきとかが聞こえてきたら。まあ自分がいびきかいてるかは知らないんですけど、大変ですよね。寝言とか、やばいやばい。おきちゃんとまいちゃん、どっちがテンション高いか。これはね、夜がおきちゃんが高いですね。もう夜になると、まあ、ハムスターですからね、あの人は。ハムスターと一緒ですから。夜テンションが高いです。だから、でも私どうやろうね、そん時によるかもしれんけど、
コンプラだけは守っていただいて、え、大丈夫ですよ、守りますそんなにあのそんな過激な質問をしなければ、あのそんな大丈夫です。NG。 閉めません。平和であってほしい面白い。何、喧嘩が始まるってこと電話で、電話っていうかスペースで。やばいじゃん、公開な喧嘩じゃん、もう公開喧嘩みたいな。やばいよ、喧嘩始まったらやばいよ、言い合いする、やばいやばいありえそうだけども、あ、みんなが止めれるけ。公開生喧嘩、やばい、あんま良くないね、よろしくありませんね。でもね、喧嘩してないね、全然してないですね。そんな、もっと見たい喧嘩を。なんかさ、喧嘩をしてさ、気まずい空気を醸し出してる私たちをみんな見てるから多分喧嘩、直接喧嘩を見てないから、そう、もうなんか最悪な空気になってるじゃん、気まずいみたいな。あれ良くないね。喧嘩したらソラハに乱入してもらう。ソラハにお願い、お願いソラハ。どうやって仲直りするか、うん、時が解決するかな。なんかさ、怒ってたこととかもさ、時間が経てばさ、冷静な自分になったりしてさ、怒りもだんだん静まってくるじゃんなんかなんで怒ってたんだろうみたいななったりするじゃん。だし、なんか物事を、怒ってる時はなんかあんまり考えられないけど、ちゃんと冷静に考えたら、あ、こうだったなとか思うから時間が解決しますね。あくちゃんとはね、あれですね、 STU、まあ、ちょうどもう丸5年で6年目なんですけど、私は丸5年いて、多分1年間ぐらいは喋ってないね喧嘩で1年間ぐらいは喋ってない期間があったね、喧嘩してる期間が。いや、あったね、合計したら。そうだね、だって一番長い喧嘩が8ヶ月ぐらいかな、喋らなかった時があったから。で、ちょこちょこちっちゃい喧嘩もいっぱいするし。ずっとずっとより長い、そう、7ヶ月なんですよ、ずっとずっとはそうなんです。
公演ユニットやってたもんな。え、そうだよ、禁じられた2人、本当に禁じられてたわあれは禁じられた2人やってたんだけど、マジで禁じられてた。もう僕恋の時期結構喧嘩してたね。 ほぼじゃないけど結構喧嘩してましたね。会話なしでユニットやってた。いや業務連絡はしてたよ。だからセリフがあるのよ、禁じられた2人の。チーム B さんのバージョンとチーム K さんのバージョンがあって、でそのなんか湖に小石を投げたようにの方なのか、なんかどんなんだったっけな、どんなんだったっけな、出てこない。チーム B さんのバージョンがそう、なんかセリフがなんかパターンがあって、でそれどっちを言うかっていう業務連絡はしてたよ、本番前に。本番前リハーサルぐらいの時に、チーム K でみたいな、もうすれ違いみたいな、ちょっとチーム K でみたいな本当にもうこんな今日チーム B でみたいな本当にこんな感じで、はいはいみたいなはいはいみたいな感じで かっこよくないわ。でもそれでやってた。しかも禁じられた2人って目を合わすところがほとんどないんですよ。一箇所だけあって、それが最後のサビのところにあるんですけど、一回だけなんですよ。その一回しかないから、そうほぼ目を合わすところがないので、本当に禁じられた2人だった。ソラハかわいそう。どうだろう。ソラハは3人でご飯行くこと、まあ3人でご飯に行くこと自体が少ないんやけど、お互いとご飯は行っとった。おきそらはとマイそらは。ありがとう上京してる。でもソラハもすごい気になる人で、私によく聞いてきてたのに、ねえ、まいちゃんね、オキちゃんとなんかあったみたいな感じで、ねえオキちゃんとどういう関係なみたいな、もうすごいソラハすっごい好奇心旺盛で、私にめっちゃ何回もねえ何があったみたいな、すごいめっちゃ聞いてきてたよソラハ。ソラハとも電話とかして、ありがとうございます。直球。でもなんかね、ソラハにはなんか、まあねソラハいろいろあるんだよって言ってなんかあんまりなんか詳しく、なんか言うときは言うんですけど、なんかいろいろあるんだよソラハって。割とその頃はソラハ何歳だったかな、なんかそうなんかこうね、大人がこんなにこういろいろ喧嘩してなんかいろいろあったらなんかソラハに惹かれるんじゃないかって思って、あんまりなんかソラハには言えなかったんですよね。でもソラハの方がそう大人ですからね。喧嘩の原因些細なことだった？もう思い出せない。ピカピカありがとう。風を待つぐらいの時にもう大喧嘩したんですけど、
その時の記憶も思い出せないあんまり。なんで喧嘩したんだっけなみたいな。ありがとう受験さん。中村舞です。忘れちゃった。でもさ、最近めっちゃ思う、人間忘れる生き物だよね、めちゃくちゃ。いや覚えてるものはもちろん覚えてるけどさ、なんか忘れる生き物ですよね。なんかで人間は2年に細胞が 98% ぐらい入れ替わる、作り変わるっていうか、そう、細胞が 98% ぐらい変わるみたいなの聞いて2年前の自分って別人だから私そう、なんかその頃の自分は今の自分と別人なんでね、別の人なんで、もう 98% ぐらい入れ替わったら。そう、 2% 残っとるけども、そうマジで別人よ。脳は、記憶は、だから記憶もさ、コピーだからさ、どんどん薄れていくんだよ。ガラス瓶のさ、一番最初にもあるじゃん、 A メロの歌詞。あんなに熱く語り合った日々も色あせてくのさって。人は誰でも大切なことを忘れる。でも忘れないものもあるよ、絶対に。悲しいけど絶対に忘れないこともあるよ。ロビカ、ありがとう。空の色、ああ誰にも一生忘れない空の色があるらしい。なるほど。そうかも。悲しいことの方がよく覚えてるけどさ、でもさ、悲しいことはさ、その時の悲しさ、なんであの時あんなに悲しかったんだろうとか、そんぐらいになるからさ。なんであの時あんなに辛くて泣いてたんだろうとか、みんな希望の人ありがとう。ね、でもね、その時の感情が辛い時が一番嫌なんだよね。その時が大事なんだからね。でも本当に忘れちゃうよ、吹っ飛ぶから。それ以上にいいことあった？あったよ。もう
当に。てかなんか悲しかったことも辛かったしんどかったことも割といいことへつながってる。悲しみとはきっかけですからね。そうですよ。でもさ、私のさ口癖なんか家族に指摘されたんですよ。あーもう何もかもが嫌になってきたわっていうのが私の口癖らしくて、で確かによくなんか言ってるなと思って、なんか何かするときにこう、あーもう何もかもが嫌になってきたわーっていうのが私の口癖らしくて、よく嫌になってるっぽい。うん、なんかでも口癖らしいの。そう、自分でも気づかないくらい言ってるっぽくって、これ良くないですね。ありがとうございます。すごい口癖ね、私も思うわ。なんかご飯食べるときとか、そう、あんたそれよく言っとるよみたいな、毎日言っとるよみたいな、また言いよるよって言われることがある。なんか聞いてほしいだけなんかもしれん。特になんか意味はなく。あとなんかさ、自分の口に出したらさ、なんかなんやろ、溜め込むよりかはなんか心が軽くなるっていうわけじゃないかもしれんけど、なんかなんていうんかな、なんか口に出した方がなんか楽になる、浄化すー毎日聞かされた方はえ、なんか毎日言っとるけんね、あーこの人また毎日言っとるわーぐらいの感じらしい。妹について質問あります。聞くな聞くな聞くな、姉に聞くな、やめとけ。姉キューの愚痴？え、姉キュー愚痴言ってるかな？分からん。なんかでも仕事の話とかは聞くけどね、会ったこととか。うん、愚痴じゃない気がする。
仕事の話とか、うん、あとはなんかなんだろうな何の話するんだろう。ゲームの話か、なんか時事ニュース、何時事問題、時事問題そんな堅苦しいことよね。え、なんだろうね、なんか流行りトレンドなんか。ありがとうございます。G? G じゃなくて時事問題ね。時事問題って言う、言わないって言うよね。トレンド、なんかツイッターのトレンドとかなんか流行ってることとか、そういう話かな。ありがとうございます。もう姉ちゃんとはゲームそんなに、そんなにまだいっぱいはしてないですね。推しの子、え、推しの子見たよ、ちょっとだけ、10分だけなんだ、10分しか見てないてか、なんかアニメってさ1話だいたい20分とかじゃん。なのに推しの子1話80分だってびっくりしたんだけど全然見終わらんやん、見終わらんやんみたいな思いながら、もっと見ろよ。え、さ、なんかちょっと空き時間があって、その時に見てたんですよ、ちょっと気になってから飽きたわけじゃない、10分ぐらい見て、結構なんか複雑ね、最初1話長い、しかもまだ全然見てない、1話が長いからね。でもなんか物語がまだそんな、なんですか、10分じゃまだ進んでないから展開早い。え、それはわかるかも、10分で割と展開は、いろんな展開あるかも。10分見たうちに入らない、え、入りますから見てますから。何の話、え、のアイドルの話、あ、アイドルの話なの、あれって、あのタイトルの通り推しの子ですね。ホラーじゃないよ。タイトル通りって感じです。ありがとう。あれ、な、何の、何系っていうんかいね、分からんわ。サスペンスなの？なんかジャンルあんま分からんのやけど。なんか最初、なんていうんかな、なんか複雑な気持ちになるわ、なんか本当に最初その10分間で複雑になったもん、若干、えー、みたいな。でもまだ10分しか見てないから、こっからいろいろと話が進んでいくだろうなと思って。ありがとう。1話の後半もっとだよ。え、そうなの？
トレンドに乗らない天の弱。いやそれはいやそれは乗ろうとしてるんですけどね。もうなんか鬼滅も乗れんかったんよね前。いまだに鬼滅も、鬼滅ってまだ言うんだったらいいけど、あの全部タイトル言おうとしたらなんか刃、刃を刃って言いそうになっちゃってめっちゃ困る。だから鬼滅って言ってる。鬼滅の刃って言っちゃいそうになる。炭治郎、うちのお姉ちゃん炭治郎みたいなの。この間も血の匂いがするって言ってた。うちのお姉ちゃん炭治郎説あるわ。あの1話は見たんよね。アーニャ、アーニャ見たわ。流行りになりました。アーニャ見ました。アーニャはね、そう見てますよ。スパイファミリー。なんだっけな、何が見れなかったんだっけな。進撃の巨人とかも多分乗れなかった、流行ってる時に。あのちょっとグロテスクな感じが結構苦手なんですよ。で、血が出てくる感じ。あ、東京リベンジャーズも見れなかった。お姉ちゃんがめっちゃ見てたんだけどな。なんかこの間テレビでやってなかったっけ、なんか痛い感じ、なんか痛いみたいな感じが結構あんま得意じゃなくって。そうなの、瀬戸内のマイキー、そうマイキーなのに困った困った。鬼滅見れない、絶望した1話見て、こんな悲しい物語の始まりあるのみたいな。悲しいの話の入り口が。ブルーロックは、え、なんかブルーロック最近さ、え、あれもおきちゃんかな、誰かにねおすすめされたんですよ。なんかえ、みちゃさんなんだっけな、ブルーロックサッカーのアニメですか。え、みちゃさんかな、なんかブルーロック流行ってる、ブルーロックなんかおすすめ面白いよみたいな。ねえ、そうなの。アニメ好き、でも STU 結構アニメ好きな子多いですよ。そう、すごい。なんかいろいろと詳しい子が多い。うん、コナン君、真実はいつも一つ。ですよね。頭脳は、大人、体は子供、あ、体は子供、頭脳は大人。何も見てない。
え、でも見たことあるよ。映画かな。映画見たことあるし、あとなんかめっちゃ前にテレビで放送されとるのも見たことあるけどね、むずいんよコナンくんって。なんかほんと解説の人がおらんと見れん絶対に。あ、なんか扉が開いてしまったよいしょむずい。え、コナンくんかコナンくんね。なんかドラさん、なんかソラハもオキちゃんもコナンくん見てるんです。で多分2人とも大好きなんですよ。で2人はなんか映画とか、なんか映画行こうって約束したよねみたいな、いつ映画行くみたいな感じでよく話してたりするんですよ。ちょっとドラさんで乗れてないのは私だけですね悲しい。安室さんと赤井さんの、え、知ってるよ。あとはあの灰原哀ちゃんでしょ。あとはコナンくんでしょ。あとはあの探偵事務所の人でしょ。あとはあ、ランさんでしょ。あとは玄太くん、わかります、玄太くんでしょ。あとはあ、怪盗キッドも私見たんですよ。怪盗キッドの、あ、毛利小五郎、その人ですよ、あの探偵事務所の人。あれですよね、麻酔銃撃たれる人ですよね。でコナン君のこの蝶ネクタイが変声期ってのも知ってます。でなんか声変えて喋るんですよ。あとはメガネかけてて、あのメガネになんかの機能あるんかな、なんかありそう。あと青ジャケットあとえ、なんか誰かもコナンくんみたいな、あの薬飲まされて子供になっちゃったよみたいな感じじゃなかったっけ。あ、その人が灰原愛ちゃん。あとは私の知ってるコナンくん知識、あとはあ、そう、怪盗キッドが撃つ銃はトランプみたいななんかトランプが出てくるよね。ジンとウォッカ、え、なんか悪者か分からんが、お酒の名前ってのもなんか聞いたことある。みんなお酒の名前、黒の組織、あ、それかな、それもオキちゃんが言ってた気がする。なんかオキちゃんがねよく真似するんですよ。なんか了解こんなオキちゃんがやる真似了解、誰の真似なんかよくわからんけど誰の真似なんかいね、なんかいつもねこれをね、ま、よくなんか真似が得意。赤井さんか、赤井さん、
得意らしい。なんかいい声なの。ちょっとね、でも見たらね、見出したらすごいあれなんですよね。うん、まああと私の読解力があれば多分めちゃめちゃ見るんですけどね。マジでむずすぎて、ありがとう、あんともありがとう。これ難しい、映画とかめっちゃむずい。明日もう終わる。え、明日は黒フェスですよ。明日は黒フェスだしん。四国メンバー、わわわわあ、わわわわー楽しむシーン、わわわわー、わが一つ多い。え、そんなわの数決まってたのこれ。わわわわー、男女よも。 TM マンさん、南波の久人さん、はやりんごさん、目黒の浩二さん、ゆずきちさん、元町さん、刀剣太郎くんさん、あ、なんて読むんだこれは、ま、ビア、ま、マンムズムのビア、なんて名前、なんて読むのこの2位の人、教えて、ありがとう、読めんくてごめん。ミッキーさん、きなぺこさん、ビタミンさん、りょんきゅうさん、くまねパパさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみなさいまし。またね、また明日、ピカピカ、ありがとう、おやすみ。